オランダ代表 DF ナタンアケガハムストリングを負傷したようだ。UEFA ネーションズリーグ、UNL は10日に各地で第2節が行われ、リーグ A のグループ3ではオランダ代表とドイツ代表が対戦。試合は2対2の引き分けに終わっている。同試合では42分にアクシデントが、オランダ代表として先発していたアケガ非接触の場面で左足の腿裏を押さえて苦悶の表情を浮かべる。 プレイ続行不可能であることが明らかになった後、チームメイトの氷学庫が単価を急いで要求。涙を浮かべながら運ばれ、ジュリアン・ティンバーとの交代を余儀なくされていた。負傷については著名ジャーナリストのファブリツィオ・ヨロマーの記者が、彼は明日からマンチェスター・シティのスタッフによって評価される予定だ、と説明。また、デイリー・メールは重傷を負った可能性が高いと伝えている。 マンチェスター C は14日にプレミアリーグ第4節でブレントフォードと対戦。19日にはインテルとのチャンピオンズリーグ開幕戦を控えている。